人気シリーズが大量ランクイン。ということで、今回は毎週更新している週刊ラノベ売上ランキングをチェックしていきます。今売れているラノベをがっつり紹介していきますので、この動画でラノベの最新トレンドをチェックしていってください。この動画では電子書籍の単行本トップ10と文庫本トップ10、そして最後に紙書籍のトップ3をまとめて紹介しちゃいます。今回のランキングは MF 文庫 J や角川スニーカー文庫など、6月下旬発売のラノベが集計期間に入っていきます。果たして今週はどのラノベが1位を取るのか、動画最後までチェックしちゃってください。それではやっていきましょう。最初は単行本ジャンルの電子書籍ランキングからチェックしていきます。10位から一気にいきたいと思います。第10位、初登場 MF ブックス、家臣に恵まれた転生貴族の幸せな日常第2巻。第9位、初登場オーバーラップノベルス、巻き込まれ転生者は不運なだけでは終われない第1巻。第8位、初登場 M ノベルス、地獄の沙汰も黄金次第第3巻。第7位、初登場、生活魔法使いの下克上第4巻。第6位、初登場、推しに捧げるダンジョングルメ第2巻。第5位、初登場、GC ノベルズ、異世界目視録マイノグーラ第7巻。第4位、初登場、GC ノベルズ、出遅れテイマーのその日暮らし12巻。第3位、初登場、異世界のんびり農家17巻。第2位、初登場、MF ブックス、魔道具師ダリアはうつむかない第10巻。そして第1位はこちら、初登場、アルファポリス、月が導く異世界道中20巻。ということで単行本ラノベのトップ10はこのような結果となりました。下位タイトルは関数少なめなシリーズが多めで、上位タイトルはアニメ化シリーズが多くなってますね。まず個人的注目タイトルとしては第6位に入った推しに捧げるダンジョングルメです。こちらは現代ダンジョンファンタジーと VTuber や配信者、さらにはグルメものも組み込んだ設定盛り盛りなシリーズです。ダンジョン探索者の主人公が推しの VTuber に手料理のダンジョングルメを振る舞いたいという動機で自分も VTuber になっちゃう、なかなか不思議な設定の作品です。要素はもりもりで、喧嘩しそうな感じなんですけど、それぞれがね、しっかりバランスが取れていますので、結構完成度が高いシリーズだと思います。グルメ部分もしっかり美味しそうですので、それを目当てに読むっていうのもありですね。現代ダンジョン配信ものは群雄割拠の時代に入っていますので、どのシリーズが覇権を取るのか注目です。続いては第5位にランクインした異世界目視録マイノグーラです。戦略系ファンタジーゲームに似た異世界に転生し始まる本シリーズ。主人公が邪神として転生しますので、ダークサイドから始まるストーリーっていうのが特徴となっています。そんな本作ですが、つい最近テレビアニメ化が決定。まだ放送時期や制作会社なんかは発表されていないんですけど、国家運営ファンタジーとして評価の高いシリーズですので、アニメ化も期待したいですね。国家運営ファンタジーだと GC ノベルズはテンスラがありますけど、方向性的には近い要素もありますので、人気になる可能性もしっかりあると思います。アニメ化タイトルだと第3位に入った異世界のんびり農家もそうですね。こちらは17巻目ということで、コツコツと関数を増やしています。このシリーズはもうのんびり楽しむ感じですね。そして第2位には魔道具師ダリアはうつむかないがランクイン。大台の10巻目に突入した異世界お仕事ファンタジーの最新巻、魔道具師として働くヒロインダリアが様々な人々との関わりの中で自分らしく生きていく前向きさが素晴らしいシリーズです。そんな本作ですが7月からアニメが放送開始、しかもこの動画がアップされている7月7日の夜からスタートです。いろいろとね、放送前からトラブルもあったんですけど、なんとかいいアニメに仕上げてほしいですね。アニメの感想に関しては夏アニメのラノベ原作をまとめて話す予定ですので、そちらの動画も楽しみにしてください。そしてそんなアニメ化タイトルを抑えて今回1位となったのは月が導く異世界道中でした。このシリーズももう20巻目なんですね。異世界召喚ファンタジーとして着実に関数を積み重ねています。刊行開始は2013年ですので、もう10年以上も続いているシリーズとなっています。ちなみにシリーズ累計は420万部を突破しています。そんな本作ですがアニメ2期の最終話にて第3期の制作が決定。アルファポリスの新刊発売日がね、このシリーズだけ月末になっていたので、絶対にアニメの続編発表あるんだろうなと思ってました。アニメに関してはね、第2期で制作会社変わったんですけど、安定感抜群な出来となっていましたので、第3期にも期待してよさそうですね。ということで単行本ランキング第1位はアルファポリス月が導く異世界道中の20巻となりました。以上、単行本の売上ランキングを見ていきました。続いては文庫本ランキングのトップ10を見ていきましょう。こちらも一気に10位から1位まで見ていきます。第10位、初登場ヒーロー文庫、傭兵団の料理番18巻。第9位、初登場オーバーラップ文庫、攻撃力0から始まる牽制ターン第3巻。第8位、初登場角川スニーカー文庫、エロゲのヒロインを寝取る男に転生したが俺は絶対に寝取らない第4巻。第7位、初登場角川スニーカー文庫、なぜか S 級美女たちの話題に俺が上がる件第3巻。
第6位、初登場、オーバーラップ文庫。一生働きたくない俺がクラスメイトの大人気アイドルに懐かれたら第6巻。第5位、初登場、講談社、ラノベ文庫。転生したら第7王子だったので、気ままに魔術を極めます、第8巻。第4位、初登場、オーバーラップ文庫。私は青函国家の英雄騎士、第3巻。第3位、初登場、MF 文庫 J。男子禁制ゲーム世界で俺がやるべき唯一のこと、第5巻。第2位、初登場、MF 文庫 J。リーゼロから始める異世界生活、38巻。そして第1位はこちら、初登場、MF 文庫 J。被弾のアリア、41巻。ということで、文庫本のトップ10はこのような結果となっています。今回もいろいろなレーベルの新刊が入ってますね。まあ、関数の少なめなシリーズも多いです。特に6位から8位までは関数一桁のラブコメラノベががっつりランクインしています。まあ、ただ上位陣はね、アニメ化タイトルが多めですね。まずは第5位に入った、転生したら第7王子だったので、気ままに魔術を極めますから行きましょう。こちらは魔術狂いの主人公がはちゃめちゃに活躍していく転生ファンタジーです。アニメが春クールで放送されていましたので、まあ、そのタイミングで新刊を出してきたって感じです。ちなみにアニメ2期の制作も決定していますので、かなり盛り上がってますね。アニメの出来も相当良かったので、これはかなり嬉しいです。まあアニメの個人的な評価はね、先日アップした春アニメのランキング動画で話していますので、気になる方はこちらの動画もチェックしてください。まあ、第7王子はアニメ化効果でコミカライズは相当売れてるとは思いますが、原作ラノベの方も高順位に入ってくれてよかったです。そして第4位には、私は青函国家の英雄騎士がランクイン。こちらは、俺は青函国家の悪徳領主のスピンオフシリーズです。まあ、個人的な予想としては、7月21日に配信されるオーバーラップ文庫のメモリアルイベントで、アニメ化発表あるんじゃないかなと予想しています。そして第3位には、男子禁制ゲーム世界で俺がやるべき唯一のことがランクイン。このシリーズは MF 文庫 J の中でも頭角を表してきましたね。まあ、ユリゲー世界へのゲーム世界転生ものですけど、魔人と呼ばれる敵との戦いを描いていく学園バトル部分も評価されていて、しっかり人気を高めています。まあ、タイトルがね、結構癖があるので、手を出すのちょっとね、ためらうかもしれないんですけど、テンポよく読める学園バトルラブコメですので、そういったジャンルが好きな方は要チェックです。まあ、主人公が熱くてかっこいいおバカキャラですので、ハーレム寄りな展開になっても闇がないっていうのがいい感じです。このまま人気になればね、アニメ化の可能性も全然ありえますね。そして第2位にはリゼロがランクイン。まあ、リゼロはもう関数がえぐいことになってきましたね。このままのペースだと完結までに何巻くらいになっちゃうんでしょうか。ちなみに今回で超長かった帝国編がついに完結。もともと当初のプロットにはなかったエピソードらしいですけど、まさかここまで続くとは思っていませんでしたね。まあ、次巻からね、また新章が始まりますので、果たしてどういう切り口でいくのか注目です。それとリゼロは今年の秋にアニメ3期が放送開始です。初回90分放送って発表されていまして、8月末には劇場での先行上映なんかも予定されています。まあ、待望のリゼロの続編アニメに備えて原作を読み始めるっていうのもいいんじゃないでしょうか。そしてそんなリゼロを抑えて今週1位となったのは被弾のアリアでした。正直言うとね、1位になったの予想外でしたね。まあ、被弾のアリアも今年で刊行16年目ですからね。いや、刊行が始まった年に生まれた子供がもう高校生って考えると、いや相当やばい気がしてきました。ちなみにシリーズ累計は900万部を突破。1000万部まではね、まだまだ先が長そうですが、シリーズが完結するときには到達してそうな感じもします。ちなみにシリーズとしてはね、特に終わりが見えているわけではないので、まだまだ続いていくと思います。それにしてもね、こんだけ続いたシリーズで1位を取ってくるって改めて考えるとすごいですよね。まあ、歴戦のファンが買い支えているのか、それかね、パチンコから流れてきている新規読者がいるのかは気になります。ということで、文庫本ランキング第1位は、MF 文庫 J、被弾のアリア41巻となりました。以上、文庫本ランキングトップ10の結果を見ていきました。そして最後に紙書籍ランキングのトップ3も見ていきましょう。先週は SAO の3週連続1位を破って異世界ゆるり機構が1位を取ってきましたが、果たして今回はどうなっているのか。まずは第3位からの発表です。第3位、初登場 MF ブックス、魔道具師ダリアはうつむかない、第10巻。電子ランキングで2位だった本シリーズ、紙書籍でもトップ3に食い込んできました。まあ、これからアニメが始まりますし、原作売り上げもっと伸びてほしいですね。まあ、個人的にも大好きな原作で超おすすめですので、お仕事ファンタジー好きで未読の方はぜひ読んでほしいです。まあ、10巻ならね、ギリギリまだ追いつける範囲だと思います。続いて第2位。初登場アルファポリス、月が導く異世界道中、20巻。電子ランキングで1位だった本シリーズ、惜しくも電子と神の2巻を逃しました。まあ、アニメ3期決定で合わせてダブル1位取ってきたら、結構かっこよかったかもしれませんね。いや、これは惜しいです。そして今週の1位になったのはこちら。
滑走場異世界のんびり農家17巻電子ランキングでは3位だった本シリーズ、紙書籍の方が強さを発揮してきました。まあ、関数的にもかなり多いシリーズなので昔からの読者がしっかり購入し続けているんでしょう。ちなみにシリーズ累計は420万部なので2位の月が導く異世界道中と同じだったりします。いや、かなり接戦って感じでしたね。ということで今週の紙書籍売上第1位は初登場異世界のんびり農家17巻となりました。なんか1位から3位までが電子と紙で絶妙に入れ替わった結果でしたね。ただね、文庫ラノベが食い込んでこなかったっていうのはちょっと気になります。以上、今週の売上ランキング動画はここまで。来週の結果が気になるという方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それとチャンネルの応援の意味も込めて高評価ボタンもぜひポチッとお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。またね。